皆さん、いつもありがとうございます。新倉正ラです。よろしくお願いいたします。今回の話題はですね、トランプの大逆襲。トランプ大統領をですね、捜査した元検事がですね、共和党主導の会員で来月証言をすることになりました。さらにですね、トランプの人気が 爆発しています。元からですね、まあ、トランプの人気は C を独走していたのですが、えー、トランプカードのですね、第2弾が発売されましたが、即完売となっています。そのようなですね、話題ですので、よろしくお願いいたします。 まずですね、まあ、トランプ大統領が前に出てですね、前に出て、まあ、前面に出ることによって、中間選挙で共和党がですね、勝利しています。その、その勝利によって、会、ま、員、あ、をですね、奪還しています。このことによって、まあ、おかしなですね、奴がいれば、買いにですね、 参考人として呼んで、まあ、会員でですね、まあ、その人を聴取することができるのですが、今回ですね、ブラック検事によるですね、おかしな起訴を調査する一環で、ポメランツ元検事がですね、まあ、会員で証言をするように求められて 言いました会にですねまあ、ポメランツ検事に対して召喚状がですね発行されていたのですこのですねまあ、召喚状に対してまあ、ブラックえ検事側のですね事務所は、えー、ポメランツ元検事へのですねまあ、召喚状を阻止するですね一時的な差し止め命令をですね裁判所に求めていましたが 連邦地裁はですね、まあ、今週、この要請を退けています。まあ、そしてですね、まあ、今回のトランプ大統領に対する起訴もですね、まあ、非常におかしなもので、まあ、この起訴もですね、アルビン・ブラックえ検事がですね、まあ、検事を選ぶ選挙の公約として、トランプをですね有罪にすることを、 公約にししていましたですので、まあ、この基礎もですねただの政治的な策略でしかないのですですので、まあ、ブラック側のですね抵抗は受け入れがたいものですしあまりにもですね基礎がおかしなものなのでトランプ大統領のですね人気がさらにですね上昇することになっています。 トランプ大統領のですね、人気は元からですよ、首位を独走していたのですが、あまりにもですね、もう一度言いますが、基礎がですね、おかしなもののため、トランプ大統領のですね、人気が急上昇しています。共和党のですね、まあ代表を決める調査で、2位からですね、ダブルスコア以上をつけることになっているのです。 そんな中ですね、まあ、トランプカードの第2弾がですね、発売されていました。数日前のことなのですが、トランプ大統領のですね、人気があまりにも高いため、即完売となっています。どのようなですね、まあ、カードが発売されたのかと言いますと、まあ、このようなですね、カードが発売されています。 ギターを持ったトランプ大統領とかですね。まあ、このようなですね、カードが発売されていたのですが、即完売となっています。私もですね、1枚欲しいなと思うのですが、大人気すぎてですね、まあ、即完売となっています。 反トランプのですね、メディアは、まあ、第一弾がですね、発売された頃は、誰が買うのみたいなですね、空気を読めないような報道をしていましたが、トランプ大統領はですね、アメリカだけではなく、世界にですね、貢献していたので、世界的に人気があるのです。そのため、第一弾もですね、即完売していました。 えそしてですね、あまりにも人気があるため、第2弾はですね、メディアはだんまりしていましたが、それでもですね、第2弾も即完売です。反トランプのですね、トランプの,へのですね、理解がないということがですね、私は伺えると思います。トランプ大統領が今まで何をしてきたのか、アメリカだけではなく世界的にですね、 恩恵があったのはトランプですそのことに対してあまりにもですね、まあ、理解がないということがですね、えー、メディアはうかがえるのではないでしょうかそしてですね日本のメディアにおいても、まあ、全部とは言いませんがほとんどのですねメディアが反トランプです。 今までのですね、まあ、テレビの、えー、放送、えー、などをですね、見てみると、トランプ大統領はですね、ひどいというですね、印象を持たせるための報道になっています。 しかし、トランプ大統領がですね、やったこと、そしてバイデンがですね、トランプの反対をしたらですね、どのような結果になったのか、これはですね、大きく報道されるべきだと私は思います。バイデンがですね、トランプの逆をしたらですね、アメリカだけではなく、世界がですね、混乱してしまいました。 反トランプのですね、人からしたら例を挙げてほしいと思うかもしれませんがこれはですね、簡単に挙げられますエネルギー問題もですね、まあ、トランプのですね、エネルギー政策を変えたらですね世界の物価高を招いてしまいました,えそ,したそして、ですね、まあ、バイデンになったら 米中貿易額がですね、まあ、過去最高をですね、計上していて、中国のですね、膨張に貢献しているのはバイデンなのです。その結果、中国がですね、台湾を包囲することもですね、起きています。そんなバイデンには、アメリカだけではなく、世界的にですね、脳の声が上がっています。 私はですね今すぐトランプ大統領に戻すべきだと思います今のですね、まあ、混乱した世界戦争物価高中国の膨張などをですね止められるのはトランプ大統領しかいないと私は思いますトランプ大統領自らですね第3次世界大戦をですね 止められる候補は私だけだと言っている通り、アメリカだけではなく世界に恩恵があるのはトランプ大統領です。トランプ大統領の時はですね、戦争物価高などありませんでした。トランプのですね、政策によってなかったのです。たまたまなかったわけではありません。 メディアは国際協調のバイデンなどと言っていましたが、今のですね、おかしな世界のですね、おかしな世界を作ったのはバイデンと言っても過言ではないと私は思います。バイデンのですね、力のなさによって、今のですね、混乱した世界になってしまったのです。 ですので今求められているのはアメリカだけではなく世界にですね求められているのはトランプ大統領ですそのですねトランプ大統領は戦い続けていますメディアや検事やですねまあ民主党がですね、まあ、どんなにトランプを叩こうともそれをですねエネルギーに変えてトランプはですね前に出て 前に出て、前に出てですね、戦い続けています。中間選挙で前面に出てですね、共和党に勝利を導き、呼び込んだようにですね、次の大統領選もですね、トランプ自ら戦い続け、前面に出てですね、勝利をつかむでしょう。そんなですね、トランプ大統領を 今後もですね、皆さんと一緒に見ていきますので、よろしくお願いいたします。いつもですね、高評価、コメント、チャンネル登録もありがとうございます。ぜひ、共有ボタンも使ってみてください。動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。トランプで決まりです。